琵琶湖の東に位置し、滋賀で最も小さい町である豊里町に豊里小学校旧校舎群という多くの人が訪れるスポットがあります。明治から昭和にかけ多くの西洋建築を手掛けた建築家のボーリズによって昭和12年に設計された豊里小学校、白亜の殿堂や東洋一の小学校とも呼ばれる町を代表する名所は、有名音楽アニメや映画の聖地にもなっており、ボーリズ建築のファン以外にも多くの人々が訪れているそうです。その豊里小学校旧校舎で約2万5000個のライトによる鮮やかなイルミネーションとライトアップが開催されています。
ありがとうございました。